まあ、東北大学スマートエイジングカレッジ東京の事務局のスタッフとして働いておりました。31日で、まあ、終了させていただいたというご報告です。はい、皆さんこんにちは。エイジングサポートの小川です。まあ、ニックネームはリキューということですので、まあ、リキューのエイジングサポートチャンネルというような表記もたまに使いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は皆さんにご報告があります。今日は2019年11月2日なんですが、先日ですね、10月の31日で、まあ、私がエイジングサポートの仕事と一緒に行ってきた東北大学加齢医学研究所から、まあ、スマートエイジング学際重点センターに移行した、まあ、東北大学スマートエイジングカレッジ東京の事務局のスタッフとして、働いておりました。まあ、それを、31日で、まあ、終了させていただいたというご報告です。まあ、その辺、まあ、今回初めて皆さんに情報を提供させていただくんですが、まあ、今日は大学のまあ、身分からフリーの身分に戻ったので、まあ、きちんとお話をしたいというふうに思っております。2014年、まあ、私は社会不動人あるいは特別養護老人ホームの施設長を、まあ、退職をして、まあ、コンサルに、まあ、シフトしたんですが、まあ、その際に東北大学から、まあ、声をかけていただいて、まあ、健康寿命延伸のためのカレッジを東京で作りたいというようなお話がありました。でそれをに、まあ、10月くらいから準備段階のメンバーとして加わりながら、まあ、東北大学の、まあ、基礎研究を、まあ、企業の皆さんに、まあ、提供して、まあ、産学連携ができる、まあ、そういう仕組み作りに、まあ、参画をしたということです。まあ、正式には2015年の4月に第1期で、実は2019年の今年は第5期ということで、まあ、概ね5年間、まあ、準備段階から進めると丸5年をもちまして、その業務をまあ終了させていただきましたということです。でそのスマートエイジングカレッジというものは、もともとは東北大学の川島隆太脳科学者ですね、の教授、それからシニアビジネスの第一人者の村田博之特任教授のもとで、まあ、加齢医学研究所の、まあ、一、まあ、事業として始まったものです。生命科学、脳科学をベースに生命科学、まあ、遺伝子だとか、免疫細胞だとか、まあ、がん、あるいは認知症の予防、それから運動、まあ、食事、それから心理的なもの、さまざまな生命科学の分野の基礎研究を、まあ、企業の方々にお伝えする。でそれを、まあ、コーディネートをする、運営をするという立場でございました。ですね、でスマートエイジングという、まあ、概念、コンセプトを持ったカレッジなんですが、まあ、スマートエイジングというものは、まあ、東北大学の中で、作られた、まあ、研究の、まあ、コンセプト、基礎なんですが、賢く年を取る、まあ、アンチエイジング、年を取ることをアンチする、否定するということではなくて、加齢を受け止めて上手に生きていくための、まあ、エビデンスを研究しているものを、まあ、ビジネスに応用して社会実装にして変えていこうと、まあ、そんなカレッジの目標でした。でスマートエイジングの概念は、まあ、4つですね。1つは、脳科学、脳科学者の川島隆太教授が、まあ、脳科学的に、まあ、どのように健康寿命あるいは認知症予防に貢献できるんだろうかという研究をして、まあ、実際はもう社会実装がたくさんされています。でもう1つは、まあ、食べることですね。栄養、でもさらに運動で、最近結構あの社会処方というような言葉も出てきていますが、まあ、社会性というものが、健康寿命を伸ばす、スマートエイジング、賢く人生を、まあ、担っていこう、あるいは営んでいこうというところに、この4つの要素で、まあ、エビデンスを提供をすると、まあ、そういう学びの場でした。まあ、それを2019年10月31日をもちまして、その、まあ、運営ないしは、まあ、
コーディネートの業務を終了させていただきました。5年間と言いますが、ずっと考えて、ずっと先ほど計算してたんですが、実はこの5年間でなんと110回の講義を私は受講することができています。まあ、もちろん受講生というわけではなくて、スタッフとして、まあ、司会をしながら、あるいはそのレポートを書きながら110回の、まあ、講座を受講していました。もちろん同じ先生が、講義をすることもあるので、1年目の情報、例えばテーマは一緒でも1年目はこう、2年目3年目はこういうふうに推移をして研究が進んでいるというようなことも受けながらの110回です。でその他に特別講義、あるいはワークショップ、フォーラムなどもありましたので、まあ、実際もう少し多い、まあ、講座を受講してきました。なので今頭の中がちょっと生命科学の基礎研究で、まあ、飽和状態といいますか、結構たくさんの情報を仕入れる、まあ、習得することができています。まあ、全て正しく理解しているわけではありませんが、まあ、110回も受け入れな講義を受けながら、私の中で、まあ、咀嚼がされて少しこう増殖をしたり、まあ、そういう状況なのかなというふうに思っています。で実はそのスマートエイジングカレッジの講義は、私も実は講義を務めておりまして、まあ、年に1回ですね、まあ、テーマはスマートエイジング、まあ、におけるスマートエイジングケアビジネスの構築というテーマで、まあ、最近の介護がどうなっているか、まあ、これは僕は研究者じゃないので、まあ、実務に応じて企業の皆さん、健康寿命をビジネスとする皆さんに、まあ、最近の介護施設、ないしは介護の社会状況を皆さんにお伝えをするという形で、まあ、講師も務めさせていただいたり、あるいは第3期ではコースを1年間持たせていただいて、12社の方々と、まあ、シニアビジネス、ケアビジネスがどのように社会実装されるかというようなワークショップも1年間やりました。まあ、それを終えたんですが、まあ、せっかくご縁があって学んだ生命科学を、いつも私は介護に軸足を置きながらその講義を受けていました。例えば脳科学であれば、まあ、認知症のケア、認知症予防にどのように応用ができるかなということを、まあ、考えながらいつも講義を聞いたり、まあ、レポートを取ったり議事録を作成したりということをしていました。とても最近興味があったのは睡眠の科学の話ですね。今高齢者施設、介護施設においても高齢者の睡眠、あるいは職員にとっては夜勤のケアというものが大きな負担になっていたり、重要なポイントだということは見直しがされています。研究として分かっている睡眠を介護のサービスとしてどのように、まあ、応用していったらいいのか、そのエビデンスを学ぶことによって、まあ、自分が知り得ている、まあ、介護現場のあの状況と睡眠はどう関係しているんだろうかということも少し今整理をしています。まあ、さらに遺伝子ですね、まあ、遺伝子、生活習慣、一番大きいのは生活習慣ですが、まあ、どのような生活習慣が今の、まあ、高齢者の方々の行動だとか考え方に影響を与えているんだろうかということも大きな興味のポイントです。まあ、介護現場ではこれまで生きてきた人生、あるいは生活行動、どういうものを食べてきたんだろうとか、どういう職業だったんだろうとか、どの地域で生まれたんだろうとか、まあ、そういったものをお聞きして、まあ、俗に言うアセスメントをして、これからのケアプランに変えて反映していく、まあ、ご本人の希望を聞いて変えていくというようなものにつながるような気がしてなりません。ただそこに、まあ、介護施設の場合は、まあ、経験でやっているところがあるんですが、まあ、そこにもやっぱりエビデンスがあったんだということを少し整理しながら、そのエビデンスに基づいて事実としてやってきたことをもう一度新たな仕組みに変えていけないかなというふうに思っています。なぜならば、まだまだ介護サービスだとか介護情報はこれから広がっていきます。そのためには、まあ、こういうふうにやってきたらこうなったよという事実の整理と合わせて、やっぱり科学的なエビデンスがあった方が、まあ、説明もしやすいし、
まあ、理解もしていただけやすい、まあ、働きがいもあるというふうに感じているからです。まあ、そんなところで応用していこうというふうに思っております。まあ、以前にも私の動画で、まあ、リスタートというテーマでこのエイジングサポートスタジオで何をするかという、まあ趣旨をお話をしましたが、もう少し具体的に言うと、まあ、この東北大学で学んだこと、それから自分が特別養護老人ホームの施設長、社会福祉法人の、まあ、経営サイドの、まあ、法人の事務部門長として、経験してきたことをちょっと整理しながら、多くの人が悩んでいるその老人ホームの選び方、あるいは介護サービスの選び方、それも自分の例えば親の状態、あるいは自分の価値観に適したそういったものをいかに判断するか、あるいは選択するか、そのために必要な情報に置き換えて、まあ、ここで情報発信をしたり学びの場を作っていけたらいいかなというのが今私が考えている計画プランです。なので、エイジングサポートスタジオでエイジングサポートアカデミーというものができたらいいかということで今プランニングをしています。もちろん東北大学のカレッジの規模ではないので、私なりに考えているのは、まあ、ここに来れない人たちに、まあ、ウェブセミナー、オンラインセミナーと併用して、まあ、新しい学びのスタイルを模索しながら情報を提供していきたいというふうに思っています。で、一番そのポイントになるのがウェブ会議ソフトの Zoom ですね。この Zoom があれば地方の方あるいは海外の方とセミナーないしは会議を共有できるということがを学んで、それを実践をし始めました。非常に便利で、まあ、それを多用することによって、まあ、セミナーの開催の、まあ、仕組みだとか方法が大きく変わるということも実感しています。まあ、ここに来なくても、まあ、もちろん来ていただいてもいいし、まあ、たまに集まる。でもいつもは Zoom で会議をしたり学びを共有している。で、それを記録してまたソーシャルメディアを使って外に発信するということがいとも簡単にかつリーズナブルにできるということを、今10月からここエイジングサポートスタジオで、まあ、ミーティングをしたりセミナーをしたりオープニングイベントをしたりしているんですが、まあ、その中でも少し試しにやってみています。まだまだ不慣れなので、実際うまくいくんだろうかということを理解の深い知人の皆さん、あるいは一緒に仕事をしてきた皆さんにちょっと協力をしてもらいながら、まあ、Facebook ライブはどうだろうとか、まあ、Zoom で外とつないだらどうなるんだろうかということを少しチャレンジ中です。で、おおむねできそうだなということが分かりつつあるので、ちょっとこれから、まあ、告知をして皆さんにご案内をしていろいろやっていこうかなというふうに思っています。なので、まあ、エイジングすること、まあ、スマートエイジングが東北大学の、まあ名称ですが、まあ、それの、まあ、エキスもいただきながら上手にエイジングする年を重ねて、かつ介護の情報を適正にお伝えをして、適正に後悔しない介護を選んでいただくための情報提供というのが私の目標です。で、それが社会貢献になるということであれば、私のモチベーションも上がるし、ここで学んでくれたり情報発信してくれる仲間の方々のモチベーションも上がるだろうというふうに期待をしています。で、対象はもちろん介護現場で働く、まあ、介護職員あるいは看護師さん、セラピスト、まあ、関係者あるいはまあ、管理者、経営者の方々が対象になりますが、私が一番やりたい、あるいは情報提供の対象として考えているのは、実際の、まあ、ユーザーさんですね。まあ、介護が必要な高齢者、あるいはその方々を支えている家族の皆さんに、まあ、きちんとした介護情報を、まあ、エビデンスとファクト、まあ、事実に基づいて情報提供して、まあ、後悔がない、まあ、エイジングと、まあ、年を取るということと、まあ、介護をきちんと選ぶことができるということを目指していきたいというふうに思っています。もちろん働く人たちには後悔をしない自分の職場、介護サービス、介護施設、老人ホームの選び方ですね、まあ、それもきちんとお伝えをしていきたいというふうに思っています。まあ、先日も知人と
ちょっと打ち合わせをしたんですが、例えばデザインの作り方、それから文章の書き方、伝え方、これも重要な、まあ、要素の一つだろうというふうにずっと思ってきているので、その介護の技術そのものだけではなくて、介護をきちんとその表現をするというために必要なものですね、それも講座のメニュー、カリキュラムの中に入れていきたいというふうに思って幅広く打ち合わせをしているところです。まあ、例えば文章の書き方、それからデザインですね、例えばイラストだとかロゴだとか、そういったものを使ったらどういうふうに自分の表現したいものが相手に伝わるんだろうかというようなこと、それと、まあこれから介護人材が外国からやってきます、まあ、その仕事もしておりますので、それはまた後で別に皆さんにご報告ご紹介をさせていただきますが、まあ、日本の介護を、まあ、英語で伝えてみる、なので、まあ、介護に関わる方々に、まあ、外国人と一緒に働こう、そのために必要な、まあ、英会話スキルというものも私の、まあ、英会話の先生と一緒にちょっと企画を立てて、まあ、近々、まあ、試しにやってみようというようなことをやっていきたいというふうに思っています。まあ、エイジングサポートの、まあ、基本は認知症、脳の力、それから食べる力、口腔ケアとか、それと、住環境の力ですね。私はもともと建設会社でユーロ老人ホームを作って、まあ、そういう経緯から、まあ、老人ホームが住まいとして適正なのかどうかというものも非常に私にとって重要なテーマなので、まあ、住環境で、この住環境はその建物の構造、個室だとか多焦室だとか広いとか狭いとかいうことだけではなくて、そのハードを支えるために必要な、まあ、設備ですね、あるいは生活の補助具、まあ、キッチンだとかテーブル、それから車椅子、まあ、そういったものも含めて何が適切なのか、あるいはどういうふうにそれをミックスしていってケアプランに反映していったらいいのかというところも、まあ、メニューの中に整理をしながらやっていきたいというふうに思っています。まあ、いろいろ今申し上げましたけど、まあ、私はもともと管理者、支店長、あるいは法人の本部長を長年務めてきましたが、まあ、私にとって一番実は大切なのは、さまざまな力、さまざまな職種をやっぱりマネージメントするのは誰なんだということです。やっぱりそれは経営、あるいはマネージメント、まあ、最近はやりくりという言葉を知人からアドバイスを受けて、分かりやすくやりくりというような言い方で、そのマネージメントをきちんと伝えていかないといけないかなというふうに思っているところです。そのスペシャリストの養成というよりも、ゼネラリスト、まあコーディネートをする人を養成する、一つのことしかわからないっていうことも重要なんですけど、そのスペシャリストを集めてベクトルを合わせて目的を達成する、まあ、高齢者の生活を支える、あるいは超高齢社会に必要な仕組みを作るというようなことのマネージメントをすることができる人材を育てていきたいなということが私の本来の目的、立場なんですが、まあ、いろんな角度からやっていきたいというふうに思っております。まあ、今日は、その東北大学スマートエイジングカレッジ東京の仕事を終えましたというご報告とご挨拶でした。でそれを今度はエイジングサポートとしてきちんと、まあ、応用して、改めて介護のためにそれを学んだり情報発信するための場として、皆さんとまた、まあ、情報共有するための活動してまいりますというご挨拶でした。ご視聴ありがとうございました。もしこの私に、まあ、元気をいただけるんであれば、この動画に、まあ、高評価、いいねと、まあ、チャンネル登録いただければ、幸いです。またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。